ご覧いただいた映像、もうインパクトそのものだったんですけれども、もう一回言いますが、この赤レンガ倉庫のあの壁のために、壁に合わせて作られた映像というわけでした。これもメキシコで作ったから日本ではないです。そこで全部メキシコで作って声を持ってきました。ぴったり合わせて素晴らしい技術です。すごいですよね。でちなみにあの赤レンガ倉庫も今年で100周年なんですね。ちょうどなんてこう、まあ嬉しいことがタイムリーに重なったなという感じがいたしますが、途中からいらした方もいるかもしれないし、